10年前には完成するはずだった鉄道高架化事業、現在も工事中となっています。5年後に高架化し、その4年後に 100% 完成との予定に修正されたそうです。そんな20年遅れのプロジェクトについて、当時を知らない小学生の良い子でもわかる感じに説明します。では早速見ていきましょう。今回の現場は、大阪市東淀川区、阪急淡路駅付近のエリアです。当時、こんなストーリーがありました。おい、淡路駅の踏切どうにかしろ。しかも電車の渋滞で遅延が出ている。なんとかしろ。淡路駅の近くは、地べたに線路があります。これが原因で一種の社会問題が起きていました。近くには踏切があるのですが、ほとんどなりっぱなしとのことで苦情が殺到していました。また、電車の遅れの原因にもなっていました。淡路駅には、京都本線と千里線の2つが出入りしています。ですが、駅が平面構造となっている都合上、信号待ちが発生しています。どれかの路線の電車が数秒でも遅れると、電車の渋滞が出てしまっているのです。しかも、信号待ちによる踏切近くで電車がストップすることで、さらに開かずの踏切が深刻化していました。朝と夕方はずっと閉じたままという事例もあるようです。まあ、日本経済や国民の財布の紐も閉じたままですが、そんな感じですね。よって、国、大阪市、阪急電鉄がこう動き出ました。淡路駅の近く、高架化するぞー。まあ、15年くらいでできるだ。連続立体交差事業の一環として、淡路駅を高架化することとしました。1991年、ちょうどバブル崩壊が起きた時のこと、国の補助事業に採択されました。難しい表現が出てきましたが、要するにこういうことです。高架化のお金、半分くらい出します。国によるサポートの対象となりました。1994年、都市計画が決定され、高架化されることが正式に決定しました。1997年、ここからは土地を地主様から買い取る作業をスタートしました。本格的にプロジェクトがここで始まりました。ですが、良い子のみんなであれば。おい、本格スタートから25年も経つぞ。なんで未だに工事中なんだよ。北大阪急行とかの方が先にできるぞ。何タラタラしてんだよ。阪急淡路駅の高架化、線路切り替えだけでも実現予定は2028年です。一方、近くで新しくできる北大阪急行の場合、2024年の開業予定です。ですが、計画が本格的に公に出たのは2015年、着工も2017年です。阪急淡路駅、北大阪急行と比較して、スケジュール的にかなり長いのがなんとなくわかります。小学校6年間の勉強内容を30年間かけてやるようなものですね。まあ、うぷ主のおっさんを見ますと、小学校で習う漢字が書けないことがあるようですが、阪急もそうなのかもしれません。いいえ、違います。とにかく、大幅に遅れているわけです。これには理由があり、大阪市などによると、用地買収、思ったより時間かかるなぁ。しかも地面掘ったら、土汚染されてる。地主様との交渉に時間がかかってしまったとのことです。立ち退きの際、引っ越し先などの話でスムーズにいかなかったようです。さらに、土壌汚染の問題もありました。土地をゲットして地面を掘ったところ、有害物質が出てきました。故に、それらを取り除く作業で、追加的な時間がかかってしまいました。こうした結果、大阪市などは、8年遅れます。その後、7年遅れます。と述べ、どんどん遅れていきました。2003年には8年遅れで、2021年の開業と軌道修正しました。ですが、それも無理な様子となり、2015年に再度軌道修正しました。最終的には、2032年の完成へとずれ込んだ感じです。ただ、用地取得の問題だけには収まりませんでした。良い子のみんな、こう思ったのではないでしょうか。おい、用地買収ほとんど完了してるだろ。何ダダダダ工事してんだよ。確かに、用地取得はほとんど終わっています。もう一つの理由、それは建設費の高騰です。要するにインフレで予算オーバーしてしまった感じです。当初、トータルの出費は1613億円の予定でした。ですが、インフレで2326億円にアップしてしまったのです。イメージがつきにくいので、当初の値段を100円とします。時代の流れで、最終的に150円くらいになってしまったのです。米ドルのレートと同じ流れです。ウプ主が良い子だった時代。1ドル85円。あらら、日本もワコンだ。といった報道がありました。現在は円安で、みんな大変だとニュースでやっています。ですが、10年ほど前は、円高でみんな大変と言われていました。どちらがいいのか、ウプ主にはわからないですが、そんな変化に近いですね。まあ、消費税増税によって、今後は、ダイソーも150円とかになるかもしれないですが、とにかく 1.5 倍にアップしてしまったのです。建設費が上がった理由、なんとなく想像がつきますね。世間一般では、みんなやめていかないように給料を上げるか。うわー、鉄の値段も上がってる。従業員の給料を上げないとみんな辞めていってしまう。鉄などが値上がりしたといった点が要因です。なお、高価格プロジェクトのマネーの負担額の割合はこんな感じです。国が 50.3%、大阪市が 41.2%、阪急電鉄が 8.2% という内訳です。プロジェクトがスタートした90年代、消費税は 5% でした。それが今では 10%、いつの間にか阪急側の負担率は消費税にも満たない形となってしまいました。そんな問題のある高価格事業ですが、未来は明るいみたいです。消費税の話とは対照的かと思います。完成後について大阪市などは、踏切による分断が消滅して、地域一体がイケイケになるぞー。踏切が撤去されることで、線路を越えた移動が簡単になります。また、渋滞なども消滅します。よって、淡路駅周辺は、イケイケになることが予想されています。一方、電車に乗る人にとっても、メリットは確かにあります。阪急電鉄によると、上下分離されるので、遅延が大幅に減ります。単なる高架化ではなく、上下線が分離された二段式構造となります。なので、平面交差のような信号待ちはほぼ消滅します。まあ、京都本線と千里線の接続による遅れはあるかもしれません。ですが、反対側からの電車の通過待ちは確かに解消します。すなわち、電車の遅れが減って、時刻表通りの運転ができるようになるようです。高架化を考えた際の志望動機である。開かずの踏切と平面交差による電車の遅延を解消したい。との内容は確かに達成できますね。阪急淡路駅の高架化事業、皆さんは何かコメントありますか？なお、駅の高架化によって地域一帯が活性化されるのは間違いありません。土地の値段、今後は上がっていくかと思います。こうしたトレンドについて、ちょっと説法を唱えたいと思います。ウプ主のおっさん、こう言い残しました。地価高騰、そんな現象が起きるかと思います。淡路駅の近くだから。淡路高架化言うて。